自称エテーズオタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードを模主的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサタデーモッシュのフォックスイミュージック。パーソナリティは私、 I'm coming back。 昨日日本に帰ってまいりましたモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第157回目となりました。ずっと痛かったヨーロッパ、もうね本当に2週間のヨーロッパの旅を終えて帰ってきて、まあ、荷物片付けてないままこの収録に挑んでるんですけども、11年ぶりですよ行ったの。やりたいこととかね、やり残したこととかをバーってやってきた中で、今回はパリ滞在中にちょっとねジンジャールートのライブがあったんで行ってまいりました。ということで、こんなに日本の 80s シティポップと電子音を好きでいてくれるってなんかありがとねって言いたくなっちゃいます。彼を検索するとね必ず生姜の根っこの画像もついてきます。チャイニーズアメリカンの若きミュージシャン、ジンジャールートのウェザー、こちらをピックアップと、パリでのライブレポートも兼ねて、もしてきエピソードトークも踏まえてお送りしたいと思います。それではこの放送はプレゼンティットバイモッシュの提供でお送りいたします。はい、それでは今月のフォックスミュージックは Weather。 あんまりうまく発音がいけてないですけどすいません。ジンジャールートの Weather、 2019年の楽曲、こちらをピックアップしていきたいと思います。まずは彼の経歴をサクッとご案内いたしましょうか。1995年生まれのもうすぐ28歳になる中国系アメリカ人のキャメロン・ルー君。ルー君とねルーさんっていうのがちょっとこれ話それるんですけど、私小学校の 3、4年の時、3年生の時かな、ある時突然台湾からルー君とルーさんっていう2人の兄弟がうちのクラスにやってきて、で2年ぐらいかな一緒にこう授業を、学校生活を送るっていうのがあったんですけど、ちょっとそこの馴染みがあって、キャメロン・ルー君とちょっと親しみを込めて呼ばせていただきました。話がそれましたね、どうでもいい話ですみません。まあその、キャメロン・ルー君のソロユニット、まあソロユニットっていうと、まあうちら世代でいうところのコーネリアスみたいな、そんな感じ。コーネリアスって言っても一人でやってる、ジンジャールートって言っても一人でやってますそんな感じです。で、このジンジャールート2016年から活動というふうには一応経歴ではなってるんですけど、でももう学生時代の時から音楽活動はずっと続けてたようで、まあギター弾けたりとか、まあ、もちろんキーボードもできるし、本当ねミュージシャンってねいろいろできますよね、楽器すごいなって思います。まあ私もエレクトーンやってたけど、私は、楽器はあんまりうまくない方なので、どっちかっていうと歌唱の方で言ってる方なんで、まあ楽器いろいろできてすごいななんて思うんですけど、でもう今回のそのピックアップももうどれにしようかいつものように悩むんですよね。だってまあローレッタとかロンリネスとか、もうもっと皆さんご存知の曲なんかがね PV 含めてもいっぱいある中で、まあ、今回このウェザーに選んだのは、私がライブ行ってカメラマンのキレの良さで決定させていただきましたまあこの話はちょっと後でするんですけど、まあ、ちなみにこのウェザーというのは EP 版で最初にリリースされたのが、まあ、2019年ということです。でね、まあ、彼を私最初に知ったきっかけはインスタのおすすめで、今年の初めぐらいかな、偶然見かけて、でまあ映像がね、この80年代オタクをもう長年続けてる私としたら、もう絶対見ちゃう本当に、まあ、昔のその80年代の頃にあったテレビ放送でニュース映像とかこういうの感じだったよなとか、なんつうかその映画 80s の映画、日本のね映画にしてもこういう音楽
の感じ使うよねみたいなやつとかをね、うまくこうぶっこんできてくれるんですよね。でそれを作ってるのがまだ20代の、しかもアメリカ人みたいな、ほんとよく勉強していろいろ見てくれてるねなんて。本当に、まあ私らね、もう私も高校入っても15、6の時から80年代追っかけてますけど、あの当時はなかなかその SNS とかがないんで、本当にテレビを見て、ビデオで残してそれであと雑誌の付録とかで情報を掘っていくっていうようなやり方だったから、いやー今はもっとこう YouTube とかでいろいろ検索してこういろいろ調べて、それでこう情報をかき集めてこうビデオ作ってるんだなーなんてだろうなーなんて勝手に想像してて、いいよなーって思ったりしてるんですけども。でまあその日本でね、実はまあ今年の頭ライブ日本ツアーやってたみたいなんですけど、私それは全然もう情報追いついてなくって、で日本のチケット調べたら7,000円、日本はね相変わらずライブ高いじゃないですか。でもちょうど私ヨーロッパ行くし、でまたいい具合にヨーロッパツアーと私のヨーロッパツアーと日程被ってたんですよ。おっとと思って、でベルリンの日程はもう私その時ブダペストに移動してたから、これはちょっとか、パリ行けるか、パリと思った、行ける、23日いるいるとかなってでそれで、チケットを取ったわけなんですけど、ちなみにパリのチケットは 21.45 ユーロ、まあ、手数料とか込みで、あのモバイルチケットとかの手数料込みで、まあ、日本円で3500円とか、うん、弱ぐらいかな。素晴らしい価格でしょ、本当に。あのね、私海外ではあの過去ゲッチング、マニュアルゲッチング、もうベルリンのワーホリ行ってた頃に行ってて、あのメタモルフォーゼで日本来てたのかな、その時は確かチケットがもう、それはもうフェスだからもう1万超えとか余裕でしてて、行けないよ、しかも修善寺の方まで行けないよってなって、でベルリン滞在中にゲッチングライブあるじゃんみたいな、しかも当時もっと20年近く前だから1800円、まあ、2000円前後ぐらいとかで行けて、全然こっちで見る見るみたいなちょっと私的にはあのもう見たいライブはもう海外で見ちゃおうっていうのが、現地で見ちゃおうみたいなのがあるんで、まあそれでうまく運よくチケット取れたわけなんですけども、パリのねライブ会場は私にとっても初めてで、まずあのフロントアクトがあるのを全然情報とか入れてなくて、最初ね3人組出てきて、あれこれチンジャールート、あれなんか北欧のジャーニーみたいな人がいるけど、え違うよな、ビジュアル違うよな、と思いながらなんかこうちょっとスマホで違うよね違うよねとか不安になりながら、まあ、フロントアクトを見てたわけなんですけども、やっぱりそれはフロントアクトであって、違ってて、まあ、やっぱ本家本元が出てくるわけなんですよ。であのライブがあって、であの楽曲のね、ライブやってる最中に同時中継でカメラマンもいるわけなんですけど、専属のそのカメラマンのねキレが良くって、そのキレが一番いいのがウェザーっていう曲をやってた時にちょっとまあ YouTube とかでのライブ映像を見ていただいてもあの分かると思うんですけどねかなりキレよくこうカメラワークをカカってやるので、もう私はなんかそれをね見てた時に、ふとガキのアフリカ中央テレビのクルーをねふっと思い出して、まあ、ちょっとテイストはね違うんですけど、そんなねボケてのカンペ出したりとかはしないんですけどいやでもこれ
これジンジャールートのライブでカメラマンがボケてのカンペ出してたらそれはそれでちょっと面白いけど、あ、いやでも片手にカメラ担いで片手にボケてとか伸ばして巻いてとかそれできないか、それもう一人ちょっとクルーをつけないといけないけど、まあ、そんなことをね勝手に妄想しながら楽しませていただいてたっていうのが、まあ、あって、あとはそのまああの後ろのスクリーンのところに同時中継やるんで、こうちゃんとね、昔のきっとベスト10 の、 あきらちゃんが長野市民会館からのコンサートの移動で今東京に向かってる途中ですとかいう同時中継をねやってる映像とかもこう見て、それを元にこうテロップとかこうテロップっていうかこうなんかねレイアウトしてるんだろうなーって勉強してるなーなんていうのがねあるんですけど、まちょっと個人的にはそこがね中継放送って書いてあるけど、中継放送よりは生中継の方がうちら日本人にとってはこう入ってきやすいのかな。しかも今だとライブでこう Z みたいなので記して、生中継とかいう、レイアウトの方が多いかななんてのもふっと思ったりとかしながら、見てたんですけどもそれをねこう同時でこうずっとライブ中カメラマンが追っていくんです。もうこうキャメロン君を横から下から舐めて追って、そして、ドラム行って、そしてベース行ってみたいなそういうカメラワークも、見れて、やっぱりねこうライブ、まあ、含めてずっとこうついていってるから、だからこの曲のねいいところでパッ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 ってカメラワークこうスイッチングをねこう切り替わってやってんだろうな思ってました。ちょっとカメラワークのキレの良さの話が長すぎましたね、すいませんで、まあ楽曲はおなじみのローレンダーからロンリネスから YMO のカバーもあって、あとは残酷な天使のように、残酷な天使のテーゼか、こうジンジャールートバージョンがあるんですけど、まあ、それなんかはねもう私こう客席側で一人でバリバリ日本語で歌ってました周りフランス人ばっかりだけどバリバリ日本語でまあほら私持ちネタでもしもユーミンが残酷な天使のテーゼを歌ったらっていうのがこれ持ちネタでね、20周年記念の私のイベントでも披露済みなので、まあ、知ってる人は知ってるやつあったんで、さすがにねちょっとライブ会場ではユーミンの声真似ではやんなかったですけど口ずさませていただきましたあとはパリなのでちゃんとパリバージョンっていうのがねあって、オーシャンゼリゼテレテレテ、ちょっと私もフランス語できないからあれなんですけど、それもね、そこはねちょっと私も録画させていただきました。撮ってよかったかな、いいかな、すいませんねでもねちょっと特別な感じだったんで、やっぱパリ来たなみたいなパリ特別のバージョンで、なんかねきっとそれぞれの会場でやってるんでしょうね。ロンドンだとビートルズとかやってたりとかするのかな、うん、なんかそれでちょっとパリエディションを体験させていただきました。でやっぱ箱が割と客席と、まあ、距離近いし、私も2列目にいたからもうねしっかり満喫させていただいて、で、まあ、終わってからも、まあ、セットリスト写真撮ってるパリジェンヌもいたりとかして、で SE がまたねエポとかを抜きたい子とかがかかるわけなんですよ。でもその2つもどっちもうちの番組でもピックアップ済みなんで、でもう気分よくってね、もう
ロゼワイン飲んじゃいました私でピーターラビットと私なんかかかってたりすると、もう私も小2ぐらいの時にエレクトーンの発表会で合唱したから、ピーターラビラビとかって小2の時にやってたぐらいだから、もう本当になんか一人でねワイン飲みながら、あのなんか満喫ばっかり言ってますけど、本当に気分良かったです。そしてライブ終わりにはご本人にぜひね、お疲れ様ですって言いたくて、日本語でぜひ言いたいと思って、もうお話しさせていただきました。私普段だったらあのもう出待ちとかも超苦手で、いつもあの南野陽子状態になるんですよ。かけようって話しかけたかった、でもできなかった状態なんですけど、今回はもう旅の恥はかき捨て、でもパリだし日本人ももう私知ってる限りでも私入れて 4,5 人ぐらいしかいなかったんじゃないかな、もういいやと思って、もう行っちゃおうと思って声かけて、お疲れ様でした本当に良かったですみたいな感じして、で甘いわなさんとあの PV 撮った阪急電車とか、私もう大阪生まれなんで全部知ってます、街並みとか西成の話とかなんか、ね、したりとかして、もう本当にいい人だったからね、日本語で話していいですかみたいなすいませんねって、私の英語 My English not so good とかって言いながら話して、写真も撮っていただいて、思い出に残るライブになりました。いやーなんかちょっと駆け足でライブレポートバーッと話したかもしれないんですけど、ちなみにキャメロン君の英語で喋ってるね発音がまたよくって、まあアメリカ人だからもうネイティブだから、もちろんねもう彼にとっては普通のことなんでしょうけど、まあ、私とかこう英語喋りたいなんて思ってる人からするとね、もうなんかもう憧れるわ、いい声だわなんて思って、その辺は彼の PV とかよくね喋ってる映像とか出てるんで、ぜひ見ていただきたいなと思います。ちなみにまたこれもちなみになんですけど、YouTube で私たまたま見たんですけど、プレシカゴオクトーバー23って言ってる、それをサンプリングしてやってるのがあって、で私ちょうど見に行ったのパリで10月23日だから、まさに23rd October 23rd だから、プレインパリス October 23rd やるかなと思ったけど、それはねやんなかったですはいということで、告知いきましょうか。まあ、告知って言ってももうヨーロッパで私結構次のセルフテープを撮る素材をねいっぱい撮ってきたので、これをまた何本か仕上げないといけないっていうね、アクティングリールを仕上げないといけないっていう、課題があります。あとはそうだな、これ告知じゃないけど希望としてはちょっと 80s オタクの私としてはいつかジンジャールートの PV にちょっと出たいアクティングしたいわなんて思ってます、それではもしのフォックスミュージック、今月はこの辺で、また来月お会いいたしましょう。 See you next time。 この放送はプレゼンティッドバイもしの提供でお送りいたしました。